三原市にある県の防災拠点施設の備蓄倉庫では、依頼を受けた業者がフォークリフトを使って梱包されたブルーシート2500枚を大型トラック2台に詰め込んでいきました。石川県内では昨日までに一部破損を含め4万5000棟近くの住宅の被害が判明していて、さらに雪や雨による浸水被害の拡大が心配されているということです。ブルーシートは石川県からの要請を受けて提供するもので、被災した住宅を覆って新たな被害拡大を防ぎます。我々の提供するビニールシートが少しでも被災された方々の復旧復興につながるようになればと思っております。ブルーシートは明日金沢市の石川県産業展示館に到着する予定です。